凛の歌。昔山寺の和尚様が三人の女の子に読み書きを教えていました。一人は武士の娘、それから花屋の娘、もう一人は魚屋の娘です。ある時和尚様が町へ行くことになりました。お昼過ぎには戻るから留守の間も勉強して待っておるのじゃぞ。娘たちは留守番をすることになりました。はじめは真面目に勉強していましたが、すぐに飽きてしまいました。三人はお寺の中を見て回り、本堂にピカピカ光る輪があるのを見つけ、叩いてみました。すると、なんともいい音が響きます。三人で代わる代わる、リンリンリンと鳴らしていると、リンは壊れてしまいました。さあ、大変。これは、和尚様の大切なもの。とても高価なのでしょうね。謝ったら許してもらえるかしら。わあ。三人はわんわん泣き出しました。そこに和尚様が戻ってきて、お前たちどうして泣いているのかね。はい、私たちは和尚様がお留守の間、とんでもないことをしてしまいました。何があったのじゃ？和尚様が大切にしている輪の音があんまり綺麗なので、みんなで鳴らしていたのです。けしからんが、そんなことならわしゃ怒るまいぞ。でも叩きすぎて割れてしまいました。なんじゃと？やれやれ。これは困った。娘たちはまた声を上げて泣き出しました。わかったわかった。もう泣かんでよろしい。壊れてしまったものはどうしようもない。お前たちがわしにお詫びをしたいというのなら、最初と最後に凛という言葉をつけて歌を読んでみよう。うまく読めたら許してやろう。三人は一生懸命考えました。そして、はい、それでは私がお先にご面子を塗ります。よろしい、読んでみなさい。りんりんと、りんとそびえる粉ぎなった。一振り振れば敵はちょろりん。りんりんと、りんとそびえる粉ぎなった。一振り振れば敵はちょろりん。見事。さすが武士の娘じゃ。お前は勘弁してやろう。さ、二人はどうかな。それでは私がご面子を塗ります。リンリンとリンと咲きたる桜花、一咲き咲けば花はチリリン。リンリンとリンと咲きたる桜花、一咲き咲けば花はチリリン。見事。さすが花屋の娘じゃ。お前も勘弁してやろう。さ、
お前はどうかな。はい。リンリンと、リンと輝く赤いわし。一口食えば、腹はポテリン。リンリンと、リンと輝く赤いわし。一口食えば、腹はポテリン。見事。さすが魚屋の娘じゃ。みんな勘弁してやろ。さ、町で買ってきたお団子を食べ。こうして三人の娘たちは和尚様に許してもらい、おいしいお団子をおやつにいただきましたとさ。